実に穏やかだ。かような地があるとは。あらまあ、お侍様だなんて神鹿様がお喜びになります。急いで神鹿様のお湯の支度をしなくちゃ。おや、鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは。まさかご存じないのですか。名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。よく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。
人禄は武士ではない。口を割らせるか。人禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め。女衆にも知らせねば。叔父上もいらっしゃればな。猛虎を倒したら共に人を巡るのも悪くない。
あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため浅間の氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。菰田が燃やされた。次はどこ。アザモウラ。
나 인다에서 함하고에 술집이 냈다. 아, 유치비시, 자.
Sonor Sermste. Hear you. And Yuchbish. You, Yasum, to let it serve. Here, yeah, Jingle. How did it come? Then, man, then, man, it's a spirit. Yeah.
もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と漁師が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。
僧が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということか。あれは火事か。あの家から猛虎だ。おい、アルボー、発射。会うはずであったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て、食えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て、
やりました。腕はあるが焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。まだ諦めんぞ。よし。静かなり。岩尾が来たる苔衣。ただ末までも予選とぞする。
Thank you.